はい、皆さんこんにちは。今回はですね、料理製造機、まあ、ちょっと便利な料理製造機をですねちょっと紹介したいなと思います。まあ、これね、この製造機、まあ、今から作るんだけど、何がポイントかっていうと、燃料が、無限に量産できるので、もうとにかく食材をぶち込むのみで、簡単に出来上がるというものなので、まあ、便利なんで、もしよかったら皆さんもね作ってみてほしいなと思います。ということでね、早速開始したいなと思います。はい、まあ、最初はこれでもう料理の出来上がりね、まあ、ここに入りますよというチェストを作ります。でここに入れるためのホッパーをですね、ここにつなぎます。はい、でこのホッパーの上にここですね、最後の調理のかまどですね、かまどを1個つけて、そしてここにつなぐホッパーです。ホッパーをこっち側サイドからつなぐホッパーと、あと上からね、上から入れるホッパーを、でここの上にね、食材用のチェストを置きます。ここに生の食材入れます。はい、でこっちのホッパーはこっち側に、燃料をね入れたいんですけど、まあ、これもう一段ね上にします。まあ、これちょっと後からなんでこれをこうしてるかっていうのは分かるんだけど、はい、でですね、まあ、ここでこうやって土台をねちょっと作りたいんです。こうやって土台作って、そうだな、何マス分か、5マス分ぐらい間隔があったら確かよかったな。1、2、3で5マスかな。まあ、5マス分ぐらいできたらです、ここに入れてるかな、こちらね、このピストンと、ピストン、とにかくピストンと置いて、でここにこちらね、スライムブロック、スライムブロックをつけます。はい、でですね、まあ、ご存知の方いると思うんですけど、ここにカーペットを置きます。はい、でこのカーペットって、このギミック知ってる人は知ってると思うんだけど、これでカーペットを無限製造できるんですよ。で要するにこのカーペットを飛ばして燃料ですね、カーペットを燃料にできるので、まあ、要するにカーペットを量産して無限に燃料を作るという、まあ、そういう仕組みですね。まあ、とにかくちょっともう1個ぐらいホッパーと、カーペットはね結構飛び散るので、まあ、3つ分ぐらいあればいいでしょうということで、ホッパーし、で、まあ、あとはここに、まあ、こうレッドストーンもできといて、まあ、こっち側に引いといて、まあ、そうだ、こんぐらい引く、まあ、これで、でポンポンポンとして、で、まあ、こっち側に、まあ、ここから正面だ、ここら辺に、まあ、こんからこんぐらいでいいかな。でここにレバーを置いとくと、はい、これで起動するレバーを置いとくということでね。で、まあ、あとはちょっと周りの囲いだけ作っとこう。よいしょ、囲っといて、よし、これでいけるでしょう。で、まあ、ここでこれ起動させると、ここでカーペットをバーって製造しまくって、ここにカーペットが入って、このカーペットが下に伝って、こっち側からだね、ここに燃料として入って、でこっち側ね、ここに食材を入れたいので、まあ、ここに食材用の、まあ、こう適当にこう上り口作っといて、だね、こうやって、まあ、ここに食材入れましょうってことだね。よし、ということで早速ね、じゃああと食材入れて、起動してみようかな。はい、ということでね、早速ね、この生のね、こいつらね、この鶏肉とかを入れて、まあ、あとは焼くのみということでね、早速起動してみましょう。よいしょ、あ、いいね、こうやってどん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 このカーペットがね無限に燃料として入っていって、でここだね、もうここに燃料がねこうやってどんどん無限にこう溜まってくから、こっちが来てないね、まあ、ちょっとバランスはねアンバランスなんだけど、左右こっち側の方が溜まってるね。とにかくでもこっちも徐々にこう溜まっていくから、であとはもう食材もこう上に入れたやつがどん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 こう下側にこう適当に勝手に行って作ってくれるから、もうあとここでできるのを待つのみということでね、とにかく自分でこう起動したらもう何、焼きたい食材をここに入れるだけ。はい、でこれであとこう待って、ここで待つの、はい、完成なんでね、どうでしょう。まあどれだけね需要があるか、ちょっと使えるかね分かんないけど、まあ俺は結構便利だと思うんだよね。別に石炭とかさ、いろいろもう燃料持ってくる心配がないから、カーペット一つあればもうこうやって量産してくれるから、
あと食材入れるだけなんで、もしよかったらですね、皆さんもですね、便利なんでやってみてはどうでしょうか。結構僕気に入ってるんですよこれ。はい、なのでね、もしよかったら作ってみてください。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。ちなみにね、今回これずっと食材知った食材だとか言って料理をね例に言ってたんだけど、もちろんこれね、かまどで、使えるものは何でもできます。はい、まあだからこういう金鉱石とか、エメラルド鉱石入れてもですね、はい、まあ料理製造機なんか言ってましたとか言ってましたけど、まあなんだろうな、正確には全自動無限燃料かまどだね。まあだからかまどで使えるもの、まあこれだけじゃなくて砂とかでもガラスはできるし、まあ何でも使えますよって、まあ今回はね料理を例に挙げたけど、まあこうやってインゴットとかもね普通に使えるんでね、まあいろいろ汎用性は広いんじゃないでしょうか、ね、皆さんもねぜひね使って作ってん作って使ってみてください。ということでご視聴いただきありがとうございました。ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。